褒めれば、はい、日常茶飯事です。あるね、そういうの。ありますあります。はい、その日常茶飯事なことをやればいいんですか。そうです。秘密を、うん、秘密はあくまで秘密だからダメだよ言っちゃ。いやおめえのパーティーですよ。そうだけどさ、ランチキ騒ぎですよ。だって俺今チラッと見えちゃったんだけどさ、はい、お前台本にうちの住所とさ俺のメールアドレス書いてるだろ。どっちがいい。やめてくれよ。それ携帯のアドレスと本当うちの普通の住所だよそれ。はい、ダメ。ダメだろ。ダメか、ダメか。ついたくんは。僕ですか。はい、神谷さんって、はい、坂口大輔さんが言ってたんですけど、はい、ときめきメモリアルは如月美桜が好きだって聞いたんですが、本当ですか。そう、本当です。意外にメガネコが好きなんだな。あ、普通に好きですね。院長タイプが好きです。さあひろし、判定してください。どっちの秘密がよりラジオで言わない方がいい秘密だったでしょうか。それはさ、これダメだよ。小野くんのさ、その台本に書いてるダメだよお前。やったうん、反則だ。え、何言ってんの。楽しかったね。楽しくねえよ。他の秘密ねえの。特に知らないです。ああでもなんか家の中にあったものとかですかね。はあ、例えば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 なんだ、編み物の本とか。嘘だどんどこどライダーつながり。他にはないの。何があるかなとは。ちょっと待ってくれよ、もてなしてくれんだろ。もてなそうと思ったんですけど、うん、いやさあんま知らないんだなって。この間僕にドンキホーテで、はい、楽しいグッズを買ってくれました。あ、さっき見た。そう、あれはあそこで、うん、MBS のプロデューサーに会って、うん、ちょっとヤバかったんだよ。MBS のプロデューサーが言って、うわ何やってんすかこんなとこで、そんな人気声優どもがって言われて、あすみません、何どうなんですか、ね、そうそう、何々を買いに来ましたって言ったら、うわそれダメですよ、3階に売ってますけど買ったらダメですでしょ。うわ、みんなでテンション上がって買いに行ったの。買いに行っちゃったんだ。俺杉田君の分なっつって、うん、僕はなんで人の分まで。神谷さんはどうせ分ね、削っとくだけだよね、家って言ってたの。僕帰ってその日に使う。それは僕の秘密じゃん。杉田君の秘密じゃん。杉田君の秘密じゃん。このシルフ騙しするは毎週シルフの作家さんから僕たち宛に普通のストーリー、略して普通ストーリーが取ることになっています。ぜひラジオの前のあなたもシルフを手にラジオを聞いて一緒にストーリーを共有していきましょう。そんなわけですね、ゲストのにゃんこ先生とはどうやらお別れの時間になるようだ。あ、これ今台本初めて見ましたけれども、はい、一応杉田智子さんっていう手になってたんだね。にゃにゃん。思いのほか。あ、そうなんだ、杉田智子さんとはお別れの時間なんだ。お別れの時間。とりあえず先帰って XBOX で遊んでるよ。ああの XBOX ライブに繋いだら教えて。教えてっていうのは作っとかないと。あ、猫に戻った。本当だ。猫に戻った。